ウ行僧は、ひそか邪行僧族の多年僧。茎は四角形で、直立するか、多くは斜めに傾き、高さは60から100センチメートルになる。葉は耐性し、長さ5から12ミリメートルの短い葉平があり、葉身は強盗乱型から高頭皮針型で、長さ10から20センチメートル、幅3から10センチメートルになる。 葉先は長く鋭く尖り、基部はやや細くなって、耳上新型になり、円には荒い巨子がある。葉の表面には射状する毛が、裏面には脈状に開け出毛が生える。下記は8から9月。上部の溶液に1から3個の花をつける。溶液から出る花柄は短く、その先の小花柄は長さ2から7ミリメートル。額は、小径で、 花時の長さは10から15ミリメートル、カジには長さ15から18ミリメートルになり卵休憩になる。果敢は淡紅色で、長さ4から4.5センチメートル、頭部が長い神経で、上唇は短く、下唇が3列し、中央の列片は他の2辺より大きく、中央列片の先は浅く2列する。湯水は4個あり、下側の2個が長い。 果実は4個の文化で、大きく卵休憩になった宿、アリ製の額に包まれ、文化の長さは7から8ミリメートルになる。日本古有種。北海道、本州、四国、九州に分布し、産地の湿り気のある木陰や谷間など、湿った場所に生育する。蛇行層の意味で、形容をゆすると、蛇行のような福育とした良い香りがするとして、つけられたが、 蛇光草にそれほどの香りはない。同族の谷邪光層は植物体の姿も花もよく似ているが、花柄が傭兵よりかなり長く、また、アシタカ邪光層は日本に分布する他の種と比べ小さく、植物体全体に立つ毛が多いことで区別できる。イブキ邪光層は名前は似ているが、見かけは全く異なり、 分類的にもいぶき邪行ウ族であり、邪行ウとは別群である。ありがとうございます。